はい、というわけでリメイク第2弾、早乙女乱馬です。ほとんどね、新規造形に近いですね。新と旧の比較です。丸さはいいんですけど、全体的に濃いなぁと感じましたので修正しました。胸と髪型以外ほとんど修正しているため、ここからいつも通りとなります。まつげの色はアイラインにも使用します。はい、以上です。